こ小ち嘘だろチューさを見る目が変わってしまう。おーちょっと打ち解けたんじゃない アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは白い砂のアカトップ第16話見ていこうと思います。前回は海牛をめぐってこう色々とねなんか飼育員とこの営業のククルちゃんがこう結構バチバチになったんだけど何、まあ、やかんや海牛を通して仲良くなってなんかティンガーラとガマガマの派閥っていうのもなんか徐々に徐々に,徐々に溶けていったのかなっていう風に思うんですけどまぁ、あ、今回でねまた一つなんかこういう関係が解消されるステップだったりとか 話じゃなくて、大きな、こう、物語の筋みたいなのが見れたらいいなという感じで、ちょっと期待して見ていこうかなというふうに思います。まあ本当に仲良くなってきてるからね、本当に一つになるのが楽しみですね。はい、まあそんな感じで見ていこうと思います。それでは見ていきましょう。白い砂の中トップ第16話。よーい。アクション。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。さあ、ペンギンが、 飛んでるこれは風花ちゃん視点かなおあ竹下先生ああの出産した人かおお おお、そうなんだティンガーラーの獣医さんかチューさん。んなんだあ、専属なんだすごいね。なんだチューさん。なんかあったのどっかであった ああ、なんか、顔が曇ってるよ性格悪いモード出ちゃう髪も、シャツも。トゥントゥクトゥントゥクトゥン。イェーイ白い砂のアクアトープ。まあ、本当に、 なんか細かい話はすごい面白くて、一話一話すごい楽しいけど、本当にね、こう長いスパンでどういう風な問題が出てくるのかっていうのにちょっと気になるよね。このティンガーラの問題閉鎖しちゃうのか何なのかっていう、言っちゃうならその大筋の流れが欲しい。 おー、うどんちゃんがなもっと絡んできてほしいよな細かくサポートしてくれたりしてるけど。うー、出ない。ま、でも徐々に徐々に掘り下げながら順応させていく感じなんだろうななんか20話ぐらいまでこの感じっぽい雰囲気はある。 スマイルメモリアン。さあ、なんだああ、卵か。もうすぐんおお。あ、対応できるように おお、まあそうなるね。<laughs> マリンさんだっけああ。まあそうね。赤ちゃん生まれたってなったら見に行きたいよね。おお、なんだああ、でもまあ。 じゃあ、え、外されちゃうの日中は、早原さんじゃダメなの日中早原さん、夜は、交代で、みたいな。あら、大きくなったね。一歳ちょいあ、10ヶ月であんな髪生えるんだ。保育園。うん。ああ、そうなんだね。 そうなんだ。<laughs> <laughs> そうだね。生き物も、水族館の生き物も子供みたいなもんだからな。ああ、そうなんだ。まあ、徐々に徐々にっていう感じなのかな。 旦那さんは家にいないのかなおー。泊まりのシフト。あ。うーん。まあ。はは。まあでも仕方なくないえ いや、そんな波風立てなくてよくないか <laughs> あははははああ、意地悪じゃないと思うよ。あ、意地悪だと思ってんのか。うん。 いや、思ってるよ思ってると思うよあー、なるほどね。うーん。あー、向きになっちゃいけないなとか。事情があるんだなー。なんなんだろうあら、ペンギンが心配してる。うーん。別に押し付けたわけじゃないからね。 なんか事情があるんでしょうーんんあ,あ遅れる何に十位かなんかになりたいのかなんか髪の毛がチラシド保育園なんだあら保育園え子供いる え、嘘小持ちゅうさん。え、小持ち嘘だろえ、小持ちなのちゅうさん。え、いくつ ?19、学生出産とかしてないそれって。え、めちゃめちゃ大変やん。え、まさか、え、シングルこれもしかして。 あ、シングルっぽいおいお前大学で変な男に騙されて、もう大変だねわあなんかうさん。マジかよ、なんだその設定は。なんだ、すごい。 体弱いっぽいね。ええー、なん、やばいな。嫌な予感するな、これ。あ、でもないな。嫌な予感するような、しないようなだな。えー、研修の時からいたってことだろうん。おぉ。 ああ、そうなんだ。いや、でも。だから、そういうことい,いいよ、言わないで。あはははそれを狙う。あはは却下。 まあ、それならね。お何も言わない。許可だね。うーん、でもなんかちょっと溝ができてるなぁ、くくるちゃーん。ちょっとこれ見ちゃうと、こ、ちょっとチゆさんを悪く言えないわ。そうなんだ。おお。こういう時に、いいね。 <laughs> そこまでしなくていいよそうねうん大丈夫おおやばい言っちゃったあーなるほどなるほどなるほど隠してるんだ あ、だからなんか絵本みたいなのを持って帰ったのか。あー。ちょっと、強 <laughs> さを見る目が変わってしまう。<laughs> んあ。 仕事が取られると思っちゃう。ああ。でもフォ、フォローは大事だよ。なんでちょっとくくる側からちょっともっとや、行こうよ。こっち見ちゃったから。これどういうことって。もう聞いちゃったんだよ。って聞いちゃったんだもん。 はは。<laughs> ああ。うん。んああ。ああ、そうなるんだ。居場所がなくなっちゃうっていうか、こっちも本気なんだね。うーん。は <laughs> 傷だらけの君にエールを。 まあそうねえ。えっなんだなにこの今の階層は。うはんなあー。 研修で追い出されたあれ多分研修だよな。ああ。僕っ子。うん。そうだよ。 全く知らなかった。気づかなかった。旦那がいないっていうのが闇不景はマジで。やめてくれよ、ほんとに。うん。うん。代わりができちゃうっていう風に。 <laughs> はあ、まあ相当嫌な目にあったんだろうな研修でおっうん <laughs> あ,あうん そうね、ずっと戦ってたんだなぁ。うーん。おえどういうこと同じってええどういうことあ、<laughs> ど<う> <laughs> あ、あ、何 あ預かるのかびっくりした。ふうかちゃんと、ふうかちゃんと子供を迎えるつもりかと思った。おー。肩の荷が下りた。そうなんだね。おー、2時間だけでも。 すべ <laughs> てを押し付け <laughs>、まあ。ククルを信頼してるんだとは思うけどね。そう。面倒見てあげよう。粉ミルクとか。赤ちゃんがテーマだね。あああママ以外が <laughs>。ママではないぞ。 あー。あーすごい。目にクマができちゃってる。おー、早晴れ雫。うん。知りたい。ちょっとさー。 うん。そうだよ。うん。おお、空也空也くんうん。 話してくれるうん。おぉ、十八歳なんだ。うーん。うん。 ああ、休みばっかりでってことなんだよ、その旦那。ああ、そういうことか。東京にいたのか。うん。ああ。あー 同じことになるからってことか。あ、あ、なるほど、なるほど。ん何なんでああ、そういうことか。うん。 そうね。<laughs> 子育立てたいけん。た今地獄見てると思うよ。いいね風ふうかちゃんのメンタルケア力高すぎ。いやもう、ふうかちゃん、ふうかちゃんすごいよ、あなた。まさに地獄。 はははっはは。ははっは。いやいやいや。ああ。お母さん。安心したね。はは。すごいね。本当に大変だろうな。 うんおあ言ってたねうんおじいの残したものはすごいでかかったなうん優しくなろう 中さんと。おお紹介かは <laughs> 当はははほんとに。優しい人多いよね、ティンガーラは。いい職場だよ。 いい人やな。あの人がいい人すぎるな。成人やな。いや、いいね。もう、風花ちゃん、素晴らしすぎる。ケアが。ほんとに。俺も落ち込んだ時、風花ちゃんに励ましてもらいたい。おおお魚いっぱい。 この館長がな、おじいずムを持ってるから、すごい優しくていいよね。うん。おぉ。ああ、かっこいいよ、ママは。よかった、ちゆさん。ちょっと衝撃受けたけどな、小持ちってした瞬間に。 ああ、こうやって知って育っていくんや、未来の水族館に関わる人たちが。お。お。謝った。近くね距離。おククルと一緒だね。水族館のことが大好きなんだ。 はははオーケーオーケーおー、ちょっと打ち解けたんじゃないははは。<laughs> 橋打ちああ橋打ちって言うんだ。ええー、立ち合わせてあげんのなんていう貴重な経験。おー まれたーおー、いいじゃないいいじゃないちょっと展開が衝,衝撃的すぎて、まだ、あのー、現実味が帯びてないんですが。ああ、もう、唐突に重い設定をぶち込んできたな。なるほどねー。 まあ前の職場で結構痛い目見たから、今回はちょっと絶対あれだったんだね。なんか嫌だったんだね。こう省かれるのが。どん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 変わりが出てくることによって、やっぱりなんか自分がまたどん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 居場所がなくなっていくんじゃないかっていう恐怖があるわけだ。ああ、それにしてもえげつないな。<laughs> なんかなあ、たりたりでもあっ、なんかあったらしいしね。この、 あのー、小夏だっけなんか小夏があれなんでしょう小夏が後日談だと、あれなんだよね。シングルマザーになってんだよね。うーん。で、旦那が、旦那わかってんだっけなんか、忘れたけど。なんか結構闇が深い設定みたいな。<laughs> うーん、あったらしいから、なんかそれを思い出してしまったよな。なんか。うーん。大学へ行ってないんだね。だから一生懸命勉強してたわけだ。この、ちゆさんは。いやー、ちょっと、ちょっとびっくりしたな、ほんとに。 まさかすぎる設定だなぁ。若いしなぁあ。20、23ぐらいでしょ、多分。19、20で産んだとして、3歳ぐらいの子供か大変だろうな大変の盛りじゃないかマジで。 いやーでも、なるほどなるほど。バリバリ働いていただけたらなというふうに思うわ、マジであ。まあ、今回は命をテーマにした回でしたね。新しい命が芽吹くっていうような感じで。はい、まあそんな感じです。はい。<laughs> はい。というわけで、見終わったわけなんですけど、いや、すごいいい話だったら、なんか、やっとね、チューさんとククルの、この、なんか、こう、あれが溶けたね。本当に、この優しさというかさ、二人ともなんか、こう、分かり合えた感じがしてよかったね。確かに、今までチューさんなんか結構、うわ、なんかなーっていう感じの、 女の人だったけど、やっぱりこういう風に中身を知っていくと、すごい好きになるし、今まで何も知らなかったな、中さんのことっていう風に、思うようにはなりましたね。やっぱりこう、上辺だけの感覚で人を見ちゃいけないな。<laughs> 中さんってすごい嫌な人だなと思ったけど、すごい大変だったんだなうーん本当に気をつけないといけないですね、本当にうーん。なんであんな美人な人を手放すんだろう、離婚しちゃうんだろう。もっと旦那が支えてやればさ、うまいことなったんじゃないかな という、なんか謎の、あのー、あの、あれが、あのー、はい、無職が批判をしているわけなんですけど、<laughs> あの、ねー別にでもなんかなーっていう風に思う、なんか、なんかすごい闇を感じたよね <laughs>。うん、多分、あの、竹下先生は多分旦那さんがいるんだと思うんだよね。旦那さんがいて、旦那さんも多分色々やってくれるから、うまいこと帳尻やってるけど、多分もう、しゅうさんに関してはもう、 倍違うううううんんだろうなっていうふうに思う旦那さんがもう完全にいない離婚っていうのが完全に描写されてるからね。ああ、えげつないなあというふうに思うよなー本当あ、ほんとに。ああ、でもまあやりたいこととやれることというかさ、やっぱりこう。 あれだったんだろうな。いろいろと、チューさんも強い人だから揉めちゃったんだろうな、旦那とも。うん。私は水族館の仕事をやりたいのって言っても、子供がいるだろうみたいな。子供も見る見れてないじゃないかみたいな、やりとりがあったのかなっていうことも、想像しちゃうよね。うん。いやでも、なんかなというふうに思いますね。あー、もっと早く教えてくれ、ほんとに。もっとチューさんを見る目が変わったよ、ほんとに。ずっと嫌な奴だと思ってたもん、ほんとに。ガマガマをバカにして、というふうに思ってたけど。 うん、そういう事情ならね、本当に多分ガマガマの人はみんな優しいから、しっかり助けてくれると思うしね。今回のティンガーラはかなりいい職場だと思いますよ。まあまだ余裕があるっていうのがあるんだろうけどね。多分余裕がなくなって、なんかこう、どんどん経営が危なくなってきたら、まあウさんの立場もあ危よかったんじゃないかなっていうふうに思うけど、もう本当に今は余裕があって、みんなこう、なんかこう協力し合えるっていう、こう、出来上がった,た状態があるから、 しっかりとね、こう、サポートしてくれる人もいっぱいいると思うから、うーん、しっかりしていければな、というふうに思いますね、本当に。助け合ってほしいな。うーん、いやーでもよかった、マジで。なんか、いいね。いい話だね。本当に、こう、命とか、優しくなれる話ですね。いろんな人に優しくあろう、優しい人であってほしいっていう、なんかこう、このアニメを見ると優しくなれる気がします。はい、すごいいいな、というふうに思います。僕も、 人には優しくしてい、こううかなといいううに思いますので <laughs>、はいまあそんな感じでね。まあペンギンの赤ちゃんも可愛かったし、ククルもね、もう本当に地獄みたいな、<laughs> 2時間泣いてる赤ちゃんを怪し続けるっていう、もう本当に、多分もう、想像を絶するぐらいにしんどいだろうからね、こういう子育てっていうのはね、本当に色々とね、気を使っていかなきゃな、優しがっていかなきゃなというふうに思った回でした。はい、まあそんな感じで今回は終わろうと思います。 はい、というわけで、なんかコメントあればくださーい。くくるとか、ちゆさんとか、ふうかちゃん最高とか、ふうかちゃん美人すぎるよな、あれ。なんかこう、優しく来てさ、話を聞いてさ、なんかこう、優しく、こうね、また戻してさ、なんかこう、ケアをしてさ、っていう、もうなんか、くくる、くくるちゃんじゃねえやふうかちゃん、成人すぎてね、マジでやばい。ほんとに。好き。 <laughs> ふうかちゃんマジで大好き。本当に。俺も心が病んだ時は、ふうかちゃんに来てほしいなというふうに思います。はい、まあそんな感じで今回は終わろうと思います。以上、えー、白石の赤トップ第16話でした。バイバイ。